奥行った方がいいのかな。いや大丈夫か、座れるか。おおおお、あ、あったあったあったあいつだ、危ねえ大丈夫でした。いや今ね2択があって、あのこっちのメイン通路とあともう1本あんのよ。でこっちが埋まってたらこっちが埋まってたら詰んでたのよだから一発目であっち行くかこっち行くかマジで悩んだ、危なかったおはようございます、いただきチャンネルの山でございます。ということで本日はやっておりました福岡県にございます有効ラッキー37ダザイフ店さんでございますけれども、はい、2連戦以来ですかね、お邪魔させていただくわけでございますけれども、私相性がいいお店という認識でございますんで、今日も抽選ねなんとか頑張ろうかなというところで54番さすがにいけるんじゃねまあ特にね最近はすごい人気の台南国とか、あとは千葉リオがすごいんですよ今もう世間一般でね盛り上がりまくってるんで、はい、空いてるかなと思ったんですけど、メインのねこの2列あるところに行くか、もう一個先の少ないところに行くかすげえ悩んだんですよ。もうギリギリの番号だったんで、これ選択間違えると詰むんでね、はい、でなんとかねあのメインの方で確保させていただいた形で、まあ、パッと見るはスイッチに見えたんですけどね、まあでもそれぐらいギリギリでなんとか取れまして、まあ、このお店でとりあえずバルブレイブ座っときゃ間違いないんで、座ったバルブレイブがミミズじゃないことを信じて、ミミズじゃなければできる限り突っ張っていくというスタイルで頑張っていきたいなというふうに思いますんで、今日も頑張っていきたいと思います。分けるわけにはいかない店でございますから、もう古くは犬夜叉の、まあ、推定6から始まってますんでこのお店は、はい、今日も気合入れて頑張っていこうと思います。ということで本日も一日よろしくお願いいたします。はい、ではやっていきましょう。なんとか取れたバレーブレイブ、多分だけどこのメインチームはラストスイッチだったように見えたんだけどね、ただもう本当選べるとかそういう環境じゃないんで、はい、まあ、まあまあこいつがもう余ってたこいつがいい台でやってくれっていう。で朝一のレバーがねちゃんとミミズじゃなかったことを願いつつ、共闘を願うべきなのかミミズじゃないことを願うべきなのか難しいよね朝一のレバー。俺は今日共闘を狙っちゃったけど、でも最上位が多分共闘だから、共闘を引いときゃまあまあまあミミズにはいかねえだろっていう意味で共闘狙いでいいと思うんだけど。401ゲーム600ゾーン91万5000円、よしリプレイを引こう。青い人リプレイだ、ダメか2回目、あれ 30% が第2回引いてダメだったらしゃあないよね。昨日びっくりしたんだけどさ、昨日収録なかったんよ。俺も毎日収録してるじゃないですか、だからそれに慣れすぎちゃってさ、過去遡ってみたら36連戦してたんですよ。数えちゃったよね前回収録なかった時いつだったんだろうと思って数えたよねでもね余裕なんだよね毎日収録できるわ俺別に去年までってそこまで収録なかったんであれだったんですけど、今年、まあ、去年の末ぐらいからねめちゃめちゃ収録させていただくようになって、その方が終始安定してるんだよね。結局ね1でも90何パー98パーとか9パーとかじゃないですか、それぐらいでも数打ちはやっぱ落ち着くんだねまあ毎日ね、もちろん1打ばっか打ってるわけじゃないとは思うんだけど、特にねお邪魔させていただいてるお店がすごい頑張ってくださってるのはいつもね、見てるんであれですけど、去年まではそのいい台に座れてても結構その日の荒れ方でマイナスになることが多かったけど、やっぱ回数が増えれば増えるほど安定するんだなと思って、だからね毎日でも収録したい毎日収録すれば俺勝てるかもしれない毎年100万負けてるんで、7万負けぐらいで済んだのが、番長3しか打たなかった1年、番長3はクソ甘かったんでいい勝負できたんですよ。いい勝負って言ってもね負けてんだけど7万負けてんだけど、でもそれ以外凱旋打ってた時とか、あとはまあスマスロ時代に突入してからとか、毎年ね100万負けてるんで、でも今年はね今のところ1、2とプラスきて、で3月も今のところまだプラスなんですよ今日時点ではね。ってことを考えるといっぱい収録していっぱい打った方が安定するから
このままのペースでいければ今年プラスになれるんじゃないか疑惑がね、ちょっと 3月の半ばにして俺はちょっと思ってるわけですよ。今日も収録で明日も収録ないんですよね。明日も収録してえなでプライベートで行けって話なんだけど、俺の空いてる日がなさすぎてそこに打ち合わせとかめちゃめちゃ入っちゃうんですよあとそれ以外のね、あの事務的な仕事とか結局何かしら別の仕事をしてしまうんで、溜まった仕事を処理しなきゃいけないんでね僕もまあいつもはその収録終わって事務所に帰れる日があったら事務所に帰ってからやってんだけど、でもね、せっかく何もないんだったらつって予定が入ってくるの で今月今日と明日、昨日と明日とあと21、25ぐらい、4日ぐらい収録ない日があるんですけど、ちょっと今なんか25日にちょっと収録入りそうなんで、よっしゃっつって入れてくれ入れてくれっつって、はい、そんなところで3枚目です。何枚入れようが安定するんで大丈夫っすただおかげさまでね、朝起きて夜早めに寝るっていう健康的な生活になってるんで、だから体調面はむしろいいかもしれないよね、去年より。やっぱ翌日に収録ないとね、やっぱ夜更かししちゃってね、で昼過ぎとかに起きちゃって、ああなんかやっちまったなっていう気持ちになるけどでしかもそれがどんどんあれ寝る時間遅くなってくじゃん、なんか不思議とこういう生活したら、あ眠いっつって寝れるから、もう夜にはそれぐらいの方がいいかもしれない。でも久しぶりのね、あの収録ない日だったからさ、まあ11時ぐらいに起きたんですよ。まあ遅めっすよね、だいぶいつもに比べたら。でもそれでね、睡眠時間をちょっと いつもの分をちょっと取り返して、まあ、せっかく収録がないんだからなんかやらなきゃと思ってあれをやりました。あと2ヶ月でうち子供が生まれるんですよ。ベビー用品買い漁り大会をやったらやっぱりさ、あのもう2ヶ月ってなると、まあ、正直さ何が起こるか分かんないじゃないですか、まあ、早く生まれることもあるだろうし、高い買い物とかになるとうちの奥さんがね、あのちょっと自分だけじゃ決められないっていうから、あのじゃあいつかまとめて買おうねっていう話してたんだけど、まあ、ついにね昨日時間ができたんで、もう片っ端から買い漁ったよね。ベビーベッドとか、あとチャイルドシートとかも必要だし、でしかも、俺ほとんど収録でね、本当に奥さんには申し訳ないんだけど、生まれてからもあんまりお力添えができない予定なんですよ。結構長いことね実家に帰っていただくことになってまして、でねそれも車に積み込んでね、実家までこう送っていきたいなと思ってるんで、移動のための準備をしていかないと。もう軽く引っ越したからね1ヶ月単位で家を開けるということは、これちょっと当たりそうだけどはい、ということで651ゲームあ CZ でリセットされない系の台カウンターなんで、はい、2回目の CZ で651ゲームいいよ、さすがにだろ、おい4回目のリプレイ、5回目のリプレイ、さすがにやったたったああ決戦なんだね。さあ頑張っていきましょう、いつも通りいつも通り、パカーやっちまったー、復活してない、やり直しでございます。でも俺は息子のためにもパチスロ勝たないといけないんだよバルブレイブに10万とか入れてる場合じゃないのよ。だからできる限り早い低投資でね当ててなんとか伸ばしたいんで、はい、今日もお願いします。今日5万とか負けたらベビーカー買えたからねいやマジでよく言う聞かれるんだけど、俺もサスケもガチのマジの自腹だからベビーカー買えんのよ5万負けたら174ゲームですね。200ゾーンさっき16000、いきなり滑らない、おい謎だった、うわーこれは怖いね、とても怖い、タイミング的に決戦なんだ。まあね、最近ちょっとミミズっぽい台はあんま触ってなかったから、まあそろそろ来てもおかしくはないけど、まあでも正直、まあタイミング的に嫌だけど、別に謎当たりは1日に1回や2回や3回はぐらいは引くは引くんで、
それがちょっと早いタイミングが来たというだけだと思いたいですけどね。ナイス、バカバカ、よし、余計なことしたわ、あぶねー、よかった、よし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 、こっからこっからスーパーぶち込んで安心しましょう。危ないね、うわー、ミミズ感が強まっちゃうよ、それは。タン、おっと、25ゲーム引き戻し、よいしょー、ラッキー。さあ、せっかく拾った命生かしていきましょう。いいよ、四国回線稼げてるよ、レア役の、よしね、四国回数のおかげだわこれバカ野郎、頑張れ、あ、ナイス、しかもレア役じゃない、ドライバー飛ばなかったけどいいよ、続いてくれさえすればさっきの謎当たりの不安は一気に一掃されるんでね、マジで大事になった、ここで安心できるぞ俺は。よし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 、謎当たることはあるんです、ミミズじゃないんです。おっと、ナイス、やった、おい、来たー、おい、来たー、前回は外してるんで、よいしょー、さあ100以上、ここで霊撃、この一撃に全てかけましょう、霊撃、しかもちょうど777っていう奇跡これは、あ、似てない、でも割れるだろう、よし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 、さあ持ってかい、もう一発、おーっしゃでもこれ幽霊切れる、今投資がだって1300枚はいってないもんね、でプラス1300枚だから、おっしゃ、いったいったぞ幽霊、最高じゃん、やったぜー、最高だ、理想的だ、やっぱ分岐ないよ、分岐は割れるんよ、やっぱ相性がいいのかなこのお店と、うん、とてもとても、さっき謎からね、あれちょっとやばいかって思うところからスーパーぶち込んで、しかも引き戻しからね引き戻してからのスーパーぶち込んでからの分岐来てからの300乗せで有利切る、いや理想的だねマジで。おっと熱いね、これは共闘でしょさすがに、ナイス、あでもいっぱい乗せますか、も
ありがたいんだけど、そんな乗せれないよね。幽霊切ってからがいいよね、いっぱい乗せますか。ということで V でも全然 OK です。はい、これは V ですね。いっぱい乗せますか。第3停止でボタンがボコン。よし、危ねえ。300あって1個も V 取れないとこだったから。さあ、ストック V でここでもドライブ飛んでも全然耐えられるよ。うん、まあまあまあ、いいでしょう。飛ばないか。どう詰めるか。待って、早い、さすがに早い。有利切ったばっかりやで。11連ですって。いつもこんなことやってるね。有利切るか切れないから戦いをして、切ったなと思ったところで落ちるっていう。まあでも11連で終わってしまったものの、たったの11連の割には3000枚出たし、ミミズも否定されたし、よかったね。いや普通に悲しさよりも嬉しさが勝つわ。これは203ゲーム300ゾーンアキラ持ちメダル。もったいない。これはひどい。アキラ3の2バカ。マジで何やってんだよ。もったいな。バカ、あんまりいい勝負できなかった。やだー、2連。よっしゃー、3回目、今日3回目、やっとだよ。うそやろ。5枚目、6枚目。おお、ちょっとさっきまでさ2万6000円とか7000円とかだったんだけど、どうして6枚目なんで。え、いや、でかでか、500、944、700ゾーン、さっき5万5000円です。追加引け。チャンス目だけはあるけど、おお、やった。革命で、マジで革命で、革命じゃないと許されない。バカなのマジで。はぁ、だってもうこれ最後のボーナスにしなきゃいけない時間だよ、正直。バカ、あぶねー、来たー、与えたー、ラストチャンス、ラストチャンス。もうさすがに単発はねえだろ、スーパーに行けるに決まってる。リーチ、いけるに決まってる。当たり前、当たり前なんよマジで。6時間半かかってんだこっちは。やったー、耐えたー、耐えたよー。いやー、きつかった。ちょっとグラフ見てほしいもん、これすごくない。だってこれ6時間前だよ。ドゥーン、地獄かよ。確かだって俺有力感切ったんだぜ、あの時に。あの時にさ、300のせいで有力感切ったんだぜ。なんて地獄みたいな有力感入っちまったんだ。よし、俺らと多分同世代の人しかは
伝わらないと思うんだけど、 X ジャパンっていうバンドがありまして、その X ジャパンがライブアルバムみたいなのを出してるんですよ。そこの中で年越しコンサートなんだけど、飛べ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 っていうのがあるのよ。っていうのを急に思い出しました。はい、飛ばない飛ばないんですよ。よし、ナイス、飛ばない、ナイス、よっしゃ、OK、嘘やろ嘘やろ、おいフラグ立ってた俺、ふざけんなよ。復活継続しません。11年、また11年、なんでここ最近マジで11年ばっかり。このレバーに全てをかけろ、運命の一撃。やったー、残念ながら時間切れでございます。これにて、それでは店内状況を見ていきたいと思います。おビレッジなんか 2台とも良さそうですね。2900と3300、キュンパラ3600円、グラフめっちゃ綺麗じゃん。カラクリサーカス3600、4400、6700、5500、6900、7200、3500で、もう一個3500で、3500と6900、カラクリめっちゃいいやん。で、ブ最後ですね、4500、6100、4100、4900、8900、6800で、ラスト3500と、もうちょっと時間があればって感じですかね。スーパーに入れてる台がめちゃめちゃ少ないんではい、ということです。はい、エンディングいきます。お疲れ様でございました。ということで本日は福岡県でございます有効ラッキー37太宰府店さんでの収録を終了いたしまして、悲しいです、とても悲しいです。朝はさ楽しかったね。まあそんなに投資もかさまず、スーパーぶち込んで追撃決めて、分岐から有利感切って、速攻はなんでそこで速攻するかねあそこでさ、せめて10回20回できていれば、まあドライブの確率だったりとかをちょっと見て、例えば今話題の千葉リオだったりとか南国だったりとか、はたまた今日めちゃめちゃ出てましたね、カラクリサーカスとか、まあ相手はいなかったと思うんですけど、でも天然とか二の矢できたんですよ。ですがそっからよりか来たところから速攻はしまして、まあめちゃめちゃもうあのシートのは軽かったんですよ、途中までは。で4時、最後のそろそろね、ボーナス最後のラッシュかなっていうぐらいのタイミングから A 点 B 点、900900700、一気にお金も持ってかれまして、追加投資に追加投資を重ね、そしてギリギリ最後決戦からなんとかラッシュ、そしてスーパーへ途中にさせたものの、11連ですか、ドライブなし、悲しいです。最盛期3000枚ありました。全のまで追加投資4500枚ほどいかれまして、最終的にちょっとだけ取り返すという結果になりました。まあ今日は残念な結果だったなというところでございます。まあちょっと正直自分を納得させるためになかったなと思って帰りたいなって感じですまあ全然あってある可能性もあるけど、なかったなと思って帰りたいはい、そういうことにしましょう。ということで本日の投資5万5000円、回収が1047枚ということで、まあ最盛期でねやめられてればっていつも思いますよ、思いますけれども、まあ私はねコンプリートという一つの目標にねしか向かっていないのであのタイミングで終わられたらそれは続行しかないですし、その結果なんでしょうがないと思います。今日は残念だったけど次があるということで帰りたいと思います。本日は福岡県にございます有効ラッキーセルセーブ太宰府店さんでの収録でございましたけども、引き続きいただきチャンネルの収録スケジュール載せておきます。たくさん収録しております。ぜひぜひ近くのお店ございましたら遊びに来ていただければ幸いでございます。
最近ね、広告規制が変わりまして、すでにここに載っている店舗さんたちは、正式名称というかお店の名前が多分全部載ってると思いますので、はい、今までよりもかなり分かりやすくなったかなというふうに思います。ぜひぜひ今までちょっとお店が分かんなくていけなかったなみたいな方いらっしゃれば、これを機にぜひいただきチャンネルの収録来ていただいて、バレブレイブをはじめいろんな機種盛り上がっておりますんで、ぜひぜひホールで一緒に騒げればなと、騒ぐのはちょっと良くないですね、はい、楽しめると思いますんで、ぜひよろしくお願いします。ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。